皆さんこんにちは今回はシステム開発技術についいてて見ていきましょうまずはウォーターフォーーータフルルモデルです要件定義から始まり基本設計詳細設計そして作り込みの開発実装フェーズそしてテストも徹底して行ってからリリースされるといった形で基礎からしっかりと順を追って作り込んでいく開発手法です 銀行など金融システムの大規模なシステム開発に向いています一方で作り込みがしっかりしているため一度開発に着手すると手戻りが困難になるという特徴があります滝が流れるように上流工程から下流工程に作業が進むことからウォーターフォールと名付けられています ウォーターボールの思想とは反対に常に改善を重ね仕様変更に柔軟に開発する開発手法をアジャイル開発と言います本当に欲しいシステムや要求は前もって計画が難しく常に変化するため上流工程で仕様を固めることは難しいです素早く適用することが大切だという考え方となりますアジャイル開発には種類がありスクラム開発 XP エクストリーム プロググラミンンユーザーーザ機能駆動開発ディーン開発発アダプティブ開発などに分類されますこのうちエクストリームプログラミング XP は顧客の要望をもとにアジャイル開発を行う方法で IT パスポートや基本情報技術者試験ででもよく出る単語ですまたユーザー機能駆動開発はシステムのユーザー目線で価値ある機能を中心に開発を進める手法となるためこの2つは対になる用語と そして覚えておきましょう。 続いては、プロトタイプモデルです。プロトタイプモデルとは、試作品、プロトタイプを作り、企画者の意図を確認した上で、システム開発に入る手法です。開発に入る前に試作品を作ることで、システムの大まかな使い勝手など、合意を得やすくなります。ここでの、プロトタイプ版のシステムは、一連の操作の流れが成立していなかったり、セキュリティ要件が満たされていないなど、リリースされるシステム、 システムとは明確に異なっていることを知っておきましょう。 次に DevOps も開発手法の一つです。開発と運用で互いに協力し合う開発体制をとります。ここで言う運用とは組織内でもユーザーの声に近い立ち位置となりサポートデスクで問い合わせを受け付ける体制も含みます。保守運用周りの組織ではユーザーが操作に困ったりユーザーからこんな機能が欲しいなど意見が集約される立場となります。これらの情報を開発組織と 連携してシステムを作り上げていくことによりビジネス観点での価値向上に直結させることが狙いとなります保守運用業務の内容がわからないという方はこちらの動画もご覧ください最後にリバースエンジニアリングとは既存のプログラムから設計や使用を解析して開発を行う手法です リバースエンジニアリングを用いるケースは競合システムと同等の製品を作りたい時もしくは過去のシステムに長年手を入れられておらず使用書なども残されていない時と特徴があるため試験に向けて知っておきましょう。最後にファンンンクションポイント法、ステップ法プ ココモ法は開発工数を見積もる手法としてて知っておきましょうまずファンクションポイント法はソフトウェアの機能ごとに重みづけをして開発工数を見積もりますよくあるのは開発の重さを3段階で評価して点数化したものを係数として合算した値を開発期間や工数の見積もりに利用します次にステップ法はプログラムの行数からシステムの開発費用工数など 見積もる手法ですプログラムの行数のことを「ステップ」というためステップ法です。 単純にステップ数を積み上げて工数を見積もるだけではなく、システムの規模が大きくなるほど、工数は指数的に増大するという観点も含めて計算するケースが多いです。最後にコこも法とはコンストラクティブコストモデルの略で直訳すると構造的なコスト推計モデルとなります。ソースコードの行数やエンジニアの開発能力など、さまざまな要因や。 数を利用して開発工数や期間を見積もりますステップ法ではプログラム言語が java なのかルビーなのかなどによって開発工数のブレも起こりやすかったですがここも法の計算方法はプログラム言語に依存しないため客観性が保たれた見積もりが可能となっていますいずれも参照元になるプログラムがすでに存在していれば見積もりが出しやすく開発が進んだ時当初の見積 実際の進捗にギャップがあれば工数の再見積もりにより予測精度を上げることも可能です一方まだ開発されていないソフトウェアの場合個別のロジックをもとに算出する必要があり開発規模が読みづらいという難点も知っておきましょうそれでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の IT 隙間教室でお会いしましまょう